生きるということは味気なく、ただ死にたいと思うばかり。この世で背を受けて物を思う。あらゆる存在のうちで最も惨めなものは、私たち女というもの。第一板金を積んで金で夫を買わなければいけないし、あげく体を捧げては言いなりにならなければならぬ。いい男をつかむか、悪いのに巡り合わせるか、それが運命の分かれ道。離別するということは女の身には聞こえもよくないし、かといって夫を拒否することもできやしない。女はうちにいて安穏な生活を送っているが、男は槍を持って戦に出ねばならないと言います。でも間違い、一度お産するくらいなら三度戦場に出る方がまだマシというもの。でもあなた方と私とは話が違っていましたわ。ここはあなた方にとってはふるさと、お父様のお家もあり、何不自由なく暮らしてお友達も多い。私はふるさとの地を離れて一人ぼっち、異郷の地に連れてこられ、夫からも捨てられて、こうした不幸に頼るべき母も兄弟も縁者も誰一人いない。愛様、女というものは戦の役には立たず、剣の光に身を怯えるものですが、目音の道を踏みにじられたとなると、残酷な心を持てるのもこれまた女というもの。どうしてくれよ、二人の部屋に忍び込んで火をつけてやりましょうか、それとも鋭い刃であの者たちを刺し殺して差し上げましょうか、それともどれもダメだ、どれも甘い、どれも生ぬるい。雨ね、恵みの雨と一体誰が言ったのかしら。私には何もかも悪いことばかり。我が子、この母の手で殺めねば。